N リーグの中学生女子 NW のですね対象レースでもありました、レディースのレース見事優勝を果たしました小田島環奈選手に、こちらの方ねお越しいただきました。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。ね、久しぶりのね N リーグそして Q リーグのねお姉様方と走る形となりましたけれども、レース結構途中もね積極的に単独で逃げたりとかもしてましたけど、まずは久しぶりのロードレースになったと思いますけれども、いかがでしたか？もう1年ぶりにしました走ったので、うんうん、それも楽しかったし、うん、久々になんか会った人とかもいたので、うん、すごい楽しいレースでした。ね、久しぶりに一緒に走れたね人もいたと思いますけれども、なんかこの間の鈴鹿でもねあのレディースのレースでね優勝したりとかね活躍もしてますが、割とでも普段はトライアスロンもねメインでやってるってことですけど、そのトライアスロンで目指してるあのシリーズとかレースとかあったらちょっと教えてもらえればと思います。高校生になって、とりあえず日本選手権とかで、世界への切符を手にして、世界で戦えるような選手になりたいと思ってます。なるほど。じゃあそのね、トライアスロンの世界を目指して、ぜひね、こちらのロードレースでも活躍ね、してもらえればというふうに思います。なので、まあ、この後まだちょっと、リーグの方、後半戦残ってますけれども、一言、あのメッセージの方お願いできればと思います。どうぞ。これからも、ロードレースとトライアスロン頑張ります。ね、ぜひとも、ね、小田島選手の、ね、ご声援の方もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。